巨人、ひっそりと2カード連続3立て。いつの間にか借金生活で笑った W 阪神が負けまくってるから巨人は忘れられてたな。ヘルナンデス研究済みよ。かように打線復調か。ってところで返り討ちにあって私なしなになったの草やっぱムードって大事だわ。ソフトバンク勝ち越しが山場だったね。マルナンデスとか言ってウキウキだったトカス W。 交流戦入って阿部が正常化したとか言ってたやつら息してる。洗っていいともか。このバカなんの取り柄もなさそうだな W。 今日からハムだし勝てるやろ。貯金もなくなって借金生活に突入した模様。こいつ試合中もうまくいかないと露骨に不機嫌なりすぎやろ。立浪監督ほど人気もないしな読売の客入りはいいんか。巨人は監督の格にこだわりすぎや新岡監督の方がよっぽどいい。監督がふてくされちゃうとチームに連戦するから困るわね。負けてると気弱い監督って空弱いよな。いい感じに勝ってたと思ったら急に崩れるのはなんでやろう。交流戦で見たけど無表情か不機嫌そうな顔しかしてないよな。こんなサービス精神のない監督も珍しい。笑っていいともか。またこれが年齢と地域を感じさせるフレーズなところがきつい。ご視聴ありがとうございました。